最長片道ギップの旅は日本の気候作家宮脇俊蔵の気候文第2作である。1979年に新庁舎から刊行された。この旅は1978年であり、旅行後に宮脇が乗った路線や列車の廃止が相次いだため、本書は後世から見て当時の鉄道運行状況や沿線状況を記した貴重な記録になっている。 諸女作、時刻表を2万キロで、当時の日本国有鉄道前線誕生を達成し、中央公論者を退職した宮脇は、週末中心の旅行だった、勤め人時代とは逆に自由な時間を得たため、存分に、鉄道旅行を堪能しようと考えるが、全く制約のない状態では、張り合いがないと嘆き、自由を享受しながら、制約を作り出し、 時刻表の楽しみを回復するにはどうしたら良いのかと考えた末、広尾線広尾駅からイブ枕崎線、枕崎駅までを最長片道ギップで旅することにした。ルート選定にあたっては、レールウェイライターの種村直樹にも相談し、最終的には鉄道ファンの眼界、三畑茂が算出したルートを採用した。頭を悩ませるルート選定、駅員に迷惑がられる。 切符の購入を経て、1978年10月13日に広尾駅を出発。最短距離2764.2キロのところを13319.4キロかけ、車内改札に来た車掌や改札口の駅員に驚かれたり、呆れられたりしながらの長い、長い旅が始まった。まとまった日程が取れないため、切符のルートから途中下車して、 東京へ帰ってはまた中断地点に舞い戻りを繰り返す。それに途中で風邪をひいたりしたため、切符の有効期限が迫ってきて、前作同様、抑制の効いた簡潔な文章に風景描写や筆者が悪戦苦闘する様子を巧みに織り込んだ宮脇の代表作の一つである。なお、2008年には、この時に、 宮脇がノートに残した取材メモが最長片道切符の旅取材ノートとして新庁舎から刊行され、それに伴い本作も復刊された。ありがとうございます。